どうも皆さんこんにちは。今回は村発展会でやっていくわよ。確か大学を動画外でアップグレードしておくって話だったよな。そう。ってことでこれを見て、ってなるはずだったんだけどね。ここのアップグレードが想像の100倍めんどくさい。さすがに想像力欠如しすぎだろ。だから動画でアップグレードすることにして、視聴者の人に私の苦しみを共有したい。思考が投稿者としてクズ。今回はそういった内容の動画になってるわ。いつにも増してクソ動画じゃねえか。あとは大学のアップグレードもそうだけど、建築事務所もアップグレードしないとね。ここのレベルが高くないとレベルの高い建築ができないもんな。素材の旗織り機とか初めて見たんだけど、バニラで旗に模様をつけれるアイテムみたいだぜ。あれ作業台で作ろうとするとめんどくさかったもんね。そしたら大学の素材を確認していくんだけど、なんか胃が痛くなってきたかも。とんでもない量あるな。これどんぐらい時間かかるんだ。今回のこの2つの建物にかかった時間、最初に言っておくわ。かなり強い。15時半からぶっ通しでマイクラやってたんだけど、終わったのが22時半。7時間かかったわ。まあずっとマイクラの画面見てたわけじゃないし、素材揃ってからは放置してたけどね。とはいえ、かかった時間だいぶやばいな。でも当然、動画じゃバンバンカットしていくからね。ってことで早速地獄開始。今さらっと地獄って言わなかったか。たまには視聴者さんに普段どうやって建築してるかも見せたいしね。毎回完成までカットだからな。気になってる人もいそうだぜ。基本は建物ブロックを開いて、一番下の欄を開いて、ここに今必要な素材が記されてるわけだな。これを全部スクショ、別画面で見れるようにして確認しながら作業してるわ。いちいち裏画面行ったりしてたら効率悪いしな。かといってこんな量覚えられるわけもないし、これ全部覚えてたら記憶力化け物だろ。あとは基本的にバニラのものだから苦労しないんだけど、旗織り機とかちょいちょいわからないのはある。バニラやってないから。というより、旗織り機とかバニラやっててもそうそう使わないだろ。正直言ってそんな気がしちゃうよね。家具として使えそうだが、私たち建築あんまやらないしな。ただこのモッドの建物見てて結構感動したから、多分きっともしかしたら次シリーズで建築するかもしれないはず。それでこの作業やってたから気づいたんだけど、なぜか建築家のチェストにマグマバケツが大量に。氾濫でも企んでたのかな。だとしたらだいぶ殺意高いでしょこの量。しかも火打ち石じゃなくマグマだからな。徹底的にやろうとしてた可能性すらあるレベル。真の敵はすでに村にいた。それでカカオと竹が必要になったんだけど、どっちもジャングルにあって、ジャングルは見つけてるし問題ないだろ。どっちも捨ててきてるのよね。問題しかなかったわ。なんで自分で自分の首絞めるようなことしちゃうの。でもさ、モッドのアイテムとか拾ってたらそっち優先するじゃん。だからジャングル行くたびに拾っても捨ててたのよね。まあそれなら仕方ない。のか？それでジャングルにやってきて素材集めてたんだけど、見て、あそこのモブ、パンダだな。それがどうした？かわいい。え？それだけ？なんだかんだパンダ見るの初めてだった気がするのよね。もうこれが見れただけで満足。もはや村のアップグレードとかしなくていいかな。何のためにジャングルに来たんだよ。本末転倒すぎるだろ。ほらでも見て、めっちゃモーションこられてて最高じゃない？それはいいんだが。お前はとっとと村に戻ってやるべきことをやれ。パンダも連れて行きたいしドラゴンで加えていけばいいかな。飛んでる途中で肉になってそう。それで見て、大学の大半の素材はこれで集め終わったわ。ここで素材さえ集まっちまえば放置でいいからあとは楽だな。ただ放置中は PC で他のことができないからね。PS3 を起動して待ってるわ。時代は PS5 ですよ。というか白樺の木材が必要って言われてんぞ。それぐらい簡単なんだから用意してやれよ。って思うじゃん。白樺の木材の必要な量これだから。これ1000近い原木必要じゃないか。でも村人が集めてくれてたから、かなり楽にできるんだけど、これもし自力で集めるって考えたら、考えただけで寒気がしてくるな。と、ここでついに建築事務所がレベル4になった。2階建てになって、かなり豪華な感じだな。それでさらにレベル5にしなきゃいけないんだけど、必要なエンドロッドはさすがに無理だわ。近いうちにエンドに行くのが必須になりそうだな。でも素材の求められる量は少ないし、エンドにさえ行ければレベル5にできそうね。エンダーパールもそれなりに集まってるし、今度行くか。エンドは、なんか嫌な記憶しかないわね。まあ、この環境じゃあれだけ大惨事にはならないだろ。
それで建築中は暇だから、いろいろ眺めてたんだけど、その中で気になるアイテム発見したのよね。テレポートスクロール、説明だけ見る限り村にテレポートできるみたいだな。それでざっと見た感じ、前に作ったエンチャンターに紙とコンパスを渡せば作れるみたいなのよね。超低コストで作れるんだな。ここまで低コストだと不良品を疑うレベルだぜ。テレポート失敗、とか言ってブロックの中に行きそう。ウィザードリーみたいな感じだな。それで早速エンチャンターのとこに来たんだけど、ここの人に紙とコンパスを渡せばいいのかな？だが、特に変化なさそうじゃないか？ウィキにもリクエストすればいけるって書いてあったんだけど、と思ったらこっちだとレシピにビルドツールが追加されてる。もうどんどんレシピがわからなくなってきたんだけど、そのうちクモの目とかウサギの足とか必要になってくるんじゃない？怪しい魔女の薬でも作ろうとしてる？1番の粉と2番の粉とキャンディチップで、それはねるねるねるねの作り方だから、これ本当にどうすればいいかわからなくなってきた。いっそ私が紙に文字を書き込んで、それはただの紙くず。これ、人に渡すんじゃなく建物のインベントリに入れるとか？いやいやまさか、建物に入れて完成するわけがないだ。建物に入れたら完成した。それでよかったのか。こういうのてっきり人に渡して、儀式的な感じになってできるんだと思ってたけど、何のエフェクトとかもなくさらっと完成したわね。それでこれがしっかり機能してくれれば、遠出の帰りがめっちゃ楽になるわけだが、これもっと前に作っておくべきだったな。これあるだけで今までの作業だいぶ変わったよね。そしたらタウンホールにこれでスニークしながら右クリックして、これで登録できたみたいだな。そしたらちょっともったいないけど、一個試しに使ってみようか。適当にこの辺で右クリックすればいいのかな？長押しだったな。これで。おお、テレポートできた。けど、よくよく考えたら今後あんま遠出しないかも。今後は村で建築がメインになりそうだしな。一応巨大ドラゴン探しがあるけど、さすがにきついし同じシードの別ワールドでスペクテーターしてもいいよね。自力で見つけようとすると時間がいくらあっても足りないしな。スペクテーターがダメなら失踪するしかなくなる。そんな感じでいろいろやってたらついに大学が完成したんだけど、別ゲーやってて一切気づいてないっていう。画面一切動いてないしな。ってことで気づいたところまでカット。かなり雰囲気変わったな。村モッドは完成した建物をこうして見てる時が一番楽しいわね。それまではだいぶ苦労だったけど、信じられないぐらい時間かかったしな。ほら見て、この私の苦労の結晶を。まあ作ったのは村人なんだけどな。でもこの施設は本当に仲間でしっかり作り込まれててね。こうやって強化ごとの部屋とかもあるのよね。本当にこういうのすごい。次シリーズやるなら建築もっと頑張ろうかな。豆腐屋もびっくりするぐらいの豆腐の量になりそうだけどな。ミルフィーユ建築って言えばオシャレにならない？どっちにしろただの資格じゃねえか。まあでもこれだけ科目の部屋があるけど、この大学別に生徒いないっていう。研究を進めてくれる研究員しかいないもんな。ちなみにここ、今回のレベルから地下ができてて、ここさえなければ時間かからずに済んだと思う。元も子もない発言はやめろ。地下は図書室になってるみたいね。あ、これ開けちゃいけないやつだ。そんなんだからいつまで経ってもセンスがないんだろうな。お、この中私に向けてのメッセージになってるわね。村人が幸せになるための条件が記されてるんだぜ。家があって、食料があって、睡眠が取れて、結婚して、あとは最重要事項のホームセキュリティね。この村には最強のセキュリティいるから問題ないな。え？それアルソックの亡霊鳥類最強の人？普通にドラゴンのことだわ。ただドラゴンも欠点があって、あれワンチャン村人巻き込むのよね。欠点どころか致命傷じゃねえか。大学はこんな感じかな？大学アップグレードだけでだいぶ時間取ったな。でも共感してほしい動画だしね。時間がかかることを共感させないでくれ。まあ本音を言うと、このシリーズも割と残りわずかだろうから、終わるまでに1回ぐらいこういう作業の様子も動画にしたかったのよね。今までカットしてできました。だったしな、確かにそれもいいかもしれないぜ。それじゃ今回はここで終わり、次回はエンドにでも行こうかな。それじゃあご視聴ありがとうございました。